福祉いう大正11年8月26日は、幕末、明治の船大工、通訳、測量技師、気象観測者、同志社大学の創立者、新島城のアメリカ密航を手伝い、日本人で初めて気象観測を行った人物、陽名、宇野吉、宇野吉、通称、五郎。ポーター商会時代には、藤谷宇野吉とも名乗る。天保9年、 函館の船大工、俗豊寺の次男として、山の上町で生まれる。5歳の時函館で、海鮮業を営む福祉町末の養子となり、9歳で、私塾、愛知堂に入学、5年ほど学ぶ。その後、ジップ、俗豊寺の下で、造船技術を学び、安政4年完成の洋式法船、函館丸の建造をお手伝う。英語力をつけるため、 当時の在留米代理領事に、英語の指導を受け、イギリス人、アレキサンダー・ポーター経営の紹介に5年間勤務、する。ポーター紹介勤務中の現氏元年には、新島城に出会い、彼のアメリカ密航を手伝う。また、イギリス人、トーマス・ブレイキストーンから、測量、機械、測攻博物学を学ぶ。ポーター紹介を辞めた後、 箱館奉行所の三船大工投領見習いとなる。明治元年5月、名字立て脇を許され、なお、成りとよと改める。11月、箱館府の外国型運上所出役通弁研機器、製造、回数実績、二等薬館を経て開拓市の管理となる。ブレーキストンの気象観測を引き継ぎ、明治5年8月26日、箱館、船場町の自宅に、 気候測量所を設けて日本人初の本格的な気象観測を始める。明治8年、ロシアのペトルパブロフスクに出張し、翌年には千島列島を調査、測量してクリル諸島海戦見取り図を作成した。その後も北海道の測量を、気象観測事業の上で指導的役割を果たす。明治十四年、大寒。大正十一年、死去。 85歳、函館市商名寺に墓所がある。北海道開拓の村に、福祉が札幌時代に過ごした和洋折衷の自宅と関係する品々が保存されている。金森、赤レンガ倉庫群の一角に、日本最初の気候測量所跡の看板がある。ありがとうございます。